見かけだけは太っているので他人からは非常に眼見に思われながらそのくせ内臓という内臓が人並み以下に脆弱であることは自分自身が一番よく知っていたちょっとした坂を上がっても息切れがした階段を上がっても息切れがした新聞記者をしていた時 所,管所などの大きい建物の階段を駆け上がると目指す人の部屋へ通されても息が弾んで急には話を切り出すことができないことなどもあった深呼吸をするつもりで息を吸いかけてもある程度まで吸うとすぐ胸苦しくなってきてそれ以上はどうしても吸えなかった。 心臓と肺とが弱い上に去年あたりから胃腸を害してしまった内臓では強いものは一つもなかったそのくせ体だけは太っている素人目にはいつも眼見そうに見える自分では内臓の弱いことをまんまん承知していても他人から 丈夫そうだ!」丈夫そうだと言われるとそう言われることから一種ごまかしの自信を持ってしまう器量の悪い女でも周囲の者から何か言われると自分でもまんざらではないのかと思い出すように「本当には弱いのであるが丈夫そうに見える」 ということから来る間違った健康上の地震でも会った時の方がまだ頼もしかったな、去年の暮れ胃腸をひどく壊して医師に診てもらった時その医者からかなり激しい幻滅を与えられてしまった医者は自分の脈を触っていたが「おや脈がありませんね」。 こんなはずはないんだが、と首を傾けながら何かを聞き入るようにした。医者がそういうのも無理はなかった。自分の脈はいつからということなしに微弱になってしまっていた。自分でじっと長い間抑えていても、あるかなきかのごとくほのかに感じるのに過ぎなかった。 医者は自分の手を押さえたまま1分間もじっと黙っていた後と「あああることはありますがね珍しく弱いですね」「今まで心臓について医者に何か言われたことはありませんか?」とちょっと真面目な表情をした「ありません」「もっとも」 23年来医者に見てもらったこともありませんがと自分は答えた医者は黙って聴診器を胸部にあてなったちょうどそこに隠されている自分の命の秘密を嗅ぎ出されるかのように思われて気持ちが悪かった医者は幾度も幾度も聴診器をあて直した そして心臓の周囲を外から余すところないように探っていた動機が高ぶった時にでも見なければ十分なことは分かりませんがどうも心臓の便の併合が不完全なようですそれは病気ですかと自分は聞いてみた「病気です」つまり 心臓が欠けているのですから、もう継ぎ足すこともどうすることもできません。第一、手術のできないところですからね。命に関わるでしょうか。自分はおずおず聞いてみた。いや、そうして生きておられるのですから、大事にさえ使えば大丈夫です。それに、 心臓が少し右の方へ大きくなっているようです。あまり太るといけませんよ。死亡心になると、コロリと昇進してしまいますよ。医者の言うことは、一つとして良いことはなかった。心臓の弱いことは、かねて覚悟はしていたけれども、これほど弱いとまでは思わなかった。 用心しなければいけませんよ火事の時なんか駆け出したりなんかするといけません。この間も元町に火事があった時水道橋で昇進を起こして死んだ男がありましたよ。呼びに来たから行って診察しましたがね非常に心臓が弱いくせに家から10丁ばかりも駆け続けたらしいのですよ。あなたなんかも用心をしないといつころりと行くかもしれませんよ。 第一、喧嘩なんかをして興奮してはだめですよ。熱病も禁物ですね。チフスや流行性看冒にかかって40度ぐらいの熱が34日も続けばもう助かりっこはありませんね。この医者は少しも気休めやごまかしを言わない医者だった。が嘘でもいいからもっと気休めが言ってほしかった。 これほど自分の心臓の危険が露骨に述べられると自分は一種味気ない気持ちがした何か予防法とか養生法とかはありませんかねと自分が最後の逃げ道を求めると「ありませんただ脂肪類を食わないことですね」。 肉類や脂っこい魚などはなるべく避けるのですね淡白な野菜を食うのですね自分は「おやおや」と思った食うことが第一の楽しみとも言ってよい自分にはこうした養生法は致命的なものだったこうした診察を受けて以来 命の安全が刻々に脅かされているような気がしたことにちょうどその頃から流行性官房が猛烈な勢いで流行りかけてきた医者の言葉に従えば自分が流行性官房にかかることはすなわち死を意味していた。 その上、そころ新聞にしきりとのそられた官房についての医者の話の中などにも「心臓の強弱が勝負の分かれ目」といったような意味のことが幾度も繰り返されていた「自分は官房に対して怯えきってしまった」と言ってもよかった「自分はできるだけ予防したいと思った」 最善の努力を払ってかからないようにしようと思った他人から「臆病」と嘲笑われようがかかって死んではたまらないと思った自分は極力外出しないようにした妻も女中もなるべく外出させないようにしたそして朝夕には過酸化水素水でうがいをした。 やむを得ない用事で外出するときにはガーゼをたくさん詰めたマスクをかけたそして出る時と帰った時に丁寧にうがいをしたそれで自分は万全を期したが来客のあるのは仕方がなかった 風がやっと治ったばかりでまだ咳をしている人の訪問を受けた時などは自分の心持ちが暗くなった。自分と話していた友人が話している間にだんだん熱が高くなったので送り返すとその後から40度の熱になったという放置を受けた時には23日は気味が悪かった。 毎日の新聞に出る死亡者数の増減によって自分は一喜一憂した日ごとに増していって3,337人まで行くとそれを最高の記録としてわずかばかりではあったがだんだん減少し始めた時には自分はほっとしたが自重した。 2月いっぱいはほとんど外出しなかった友人はもとより妻までが自分の臆病を笑った自分も少し神経衰弱の凶病症ヒポコンデリアにかかっていると思ったが官房に対する自分の恐怖はどうにも紛らわすことのできない実感だった 3月に入ってから寒さが一日一日と引いていくに従って官房の脅威もだんだん衰えていったもうマスクをかけている人はほとんどなかったが自分はまだマスクののけなかった病気を恐れないで電線の危険を犯すなどということはそれは野蛮人の勇気だよ。 病気を恐れて電線の危険を絶対に避けるという方が文明人としての勇気だよ。誰ももうマスクをかけていない時にマスクをかけているのは変なものだよ。がそれは臆病でなくして文明人としての勇気だと思うよ。自分はこんなことを言って友達に弁解した。 また心の中でも幾分かはそう信じていた3月の終わり頃まで自分はマスクを捨てなかったもう流行性官房は都会の地を離れて山間壁地へ行ったというような記事が時々新聞に出たが自分はまだマスクを捨てなかった もうほとんど誰もつけている人はなかったがたまに停留場で待ち合わしている乗客の中に一人ぐらい黒い布切れで鼻口を覆っている人を見出した自分は非常に頼もしい気がしたある種の同志であり知父であるような気がした自分はそういう人を見つけ出すごとに 自分一人マスクをつけているという一種の照れくささからは救われた自分が真の意味の衛生家であり命を極度に愛席する点において一個の文明人であるといったような誇りをさえ感じた4月となり5月となった さすがの自分ももうマスクをつけなかったところが4月から5月に移る頃であったまた流行性官房がぶり返したという記事が23の新聞に現れた自分は嫌になった4月も5月もになってまだ十分に官房の脅威から抜けきれないということがたまらなく不愉快だった がさすがの自分ももうマスクをつける気はしなかった日中は初夏の太陽がいっぱいにポカポカと照らしているどんな口実があるにしろマスクをつけられる義理ではなかった新聞の記事が心にかかりながら時効の力が自分を勇気づけてくれていた ちょうど5月の半ばであったシカゴの野球団が来て早稲田で試合が連日のように行われた帝大と試合がある日だった自分も久しぶりに野球が見たい気になった学生時代には高級家の一人であった自分もここ12年ほとんど見ていなかったのであるその日は 海晴といっても良いほどよく晴れていた青葉に覆われている目白台の高台が見る目に爽やかだった自分は終点で電車を捨てると裏道を運動場の方へ行ったこの辺りの地理はかなりよく分かっていた自分がちょうど運動場の周囲の柵に沿って入場口の方へ急いでいた時だった ふと自分を追い越した23歳ばかりの青年があった自分はふとその男の横顔を見た見るとその男は思いがけなくも黒いマスクをかけているのだった自分はそれを見たときにある不愉快なショックを受けずにはいられなかったそれと同時に その男に明らかな憎悪を感じた。その男がなんとなく子に暮らしかったその黒く突き出ている黒いマスクから嫌な妖怪的な醜さをさえ感じたこの男が不愉快だった第一の原因はこんな良い天気の日にこの男によって 官房の脅威を想起させられたことに違いなかったそれと同時に自分がマスクをつけている時はたまにマスクをつけている人に会うことが嬉しかったのに自分がそれをつけなくなるとマスクをつけている人が不快に見えるという自己本位的な心持ちも混じっていた。がそうした心持ちよりもさらに ここんなことを感じた。自分がある男を不快に思ったのは強者に対する弱者の反感ではなかったかあんなにマスクをつけることに熱心だった自分までが時効の手前それをつけることがどうにも気恥ずかしくなっている時に勇敢にがぜんとマスクをつけて 数千の人々の集まっているところへ押し出していく態度はかなり徹底した強者の態度ではあるまいかとにかく自分が世間や時効の手前やりかねていることをこの青年は勇敢にやっているのだと思ったこの男を不快に感じたのは この男のそうした勇気に圧迫された心持ちではないかと自分は思った。<music>